動画制作でかっこいいテロップやオープニング作ってみたいけど、アフターエフェクツ覚えるのは大変だし、いちいち作ってるとめちゃくちゃ時間かかりますよね。そんな時に便利なのがエンバトマーケットのグラフィックスパック。クールで綺麗な2250種類ものテンプレートがワンクリックで動画に追加できちゃう。今回は購入方法からインストール、そして使い方までシェアしていきます。スイーツラバーチャンネルのスイラバです。いらっしゃいませ。冒頭にも少しね動画流したんですけれども、あれめちゃくちゃ良くないですか？もちろんね、プレミアプロとかアフターエフェクツを使って一からああいったものを作り上げるってことはできるんですけれども、本当にね覚えるのも時間かかるし、それを一個一個ね作っていくのもかなりね時間を使っちゃいますよね。動画編集っていうのは時間短縮できることはどんどんやってですね、効率よく作業できた方がいいですよね。で、例えばねこんな感じでテキストが動くのもワンクリックで動画に挿入できて、しかもねクオリティも高いものがめちゃくちゃたくさん揃ってる、こういったねテンプレート一つ持っておくだけで動画制作の幅がねかなり広がりますし、普段の YouTube 動画からあとクライアントワークまでね幅広く使うことができるので便利ですよね。じゃあ実際に購入してからインストールする方法、それから実際に使う画面の説明ですね、こちらを今からやっていきますので最後まで見ていってください。で、今回紹介するグラフィックスパックなんですけれども、2250種類ってめちゃくちゃ多い、たくさんあるテンプレートが揃ってるにもかかわらず、価格がですね59ドルとかなりねリーズナブルなテンプレートのセットになってます。で、購入方法なんですけども、まずここのエンバトマーケットっていうところから入っていきます。で、エンバトマーケットっていうのは世界最大級のねデジタル素材サイトで、今回紹介するグラフィックスパック以外にも、本当にねたくさんの素材がねめちゃくちゃいっぱい揃ってるんですよね。で、テンプレートだけじゃなくてサウンドエフェクツとか、あとカラーグラデーションなんかに使えるラットの販売なんかも行われてます。で、多くのねアイテム揃ってるので見てるだけでもね本当楽しいんですよね。で、今回私が購入したのはこれグラフィックスパックの4プレミアプロっていうやつで59ドルなんですけれども、これ買い切りの価格になるんですけども、この他にですねエンバトエレメンツっていうページがあって、こちらにも数百万点のね素材がねいっぱいあるんですよね。で、この中にある素材であれば月額 16.5 ドル、約ね日本円で1800円ですね、月額1800円ぐらいで690万アイテムが使い放題になるっていうサービスもあります。ですので、先ほどのこの59ドルの商品がもしこのエンバトエレメンツの中にあれば、こっちでね月額で課金した方が安いっていうことになるので、ここら辺はね上手に使うといいかなと思います。で、エンバトエレメンツのこの URL の方も概要欄の方に貼り付けておきますのでチェックしてみてください。で、先ほどもあったように今回購入したのがこのグラフィックスパック4プレミアプロっていうので、59ドルですね。で、3種類あるんですよね。で、一番左がプレミアプロと、あとアフターエフェクツも入ったもの、これになると69ドルになります。今回私が買ったのはこの真ん中の59ドル、プレミアプロだけのタイプを買いました。で、Mac のね、ファイナルカットプロの方でもこれ選ぶことができますので、お使いの編集ソフトによってこう選ぶという感じになります。購入の仕方なんですけども、ここ、Buy Now を選んでもらうと、そのままですね、決済のページに飛びます。で、今回59ドルということで、例えばクレジットカードも選択することができるし、あと PayPal ですね。PayPal も選択することができます。ペイパル持ってる方はね、ペイパルで決済した方が、もしかしたらセキュリティの面から安全なのかなというふうには思います。で、購入したらですね、マイページのダウンロードっていうところを押すとですね、ここにダウンロード、購入したアイテムのダウンロードボタンが表示されるので、これを押します。そうするとメインファイルとかですね、PDF 選べるので、メインファイルをデスクトップの方にね、ダウンロードしてください。で、ダウンロードしたら、ZIP ファイルになってるので、これを解凍すると、今回のね、トコグラフィックス 4.1 4プレミアプロっていうのが出てきます。この中に、それぞれのテンプレートがたくさん入ってるっていう感じですね。
で、一番上のとこ、グラフィックス 4.1 をクリックすると、ここにね、タイポグラフィーとかバックグラウンドとか、いろいろこうカテゴリー分けされて、中にね、たくさんの、このモーショングラフィックステンプレートっていう MOGRT っていうね、拡張子のファイルがいっぱいね、入ってるんですよね。で、このモーショングラフィックステンプレートのファイルをね、そのままプレミアプロに読み込んでもいけるんですけれども、今回はモーションブローっていうね、便利なアプリがあるので、そちらを使っていこうと思います。で、モーションブローのページについては、こちらもね、概要欄の方に貼っておきますので、そちらから、リンクをたどってね、このページに飛んでください。で、モーションブロー行くと、ここにね、インストールっていうボタンがあるので、これを押します。そうするとですね、Adobe の Creative Cloud のデスクトップの方にこういう風にインストール済みという風になります。これで一連の作業は完了ですね。あとはプレミアを開いていきます。で、プレミアを開いて、ここのウィンドウの中のエクステンションのモーションブローっていうのが出てきてるはずなので、これをクリックします。そうするとこのモーションブローが開きますので、ここで先ほどダウンロードしたファイルをですね、入れていくっていう作業になります。このボタンをクリックします。そして今ね、ちょっと入ってるんですけれども、ここのディレクトリーパスっていうところに先ほどダウンロードしたトコのね、デザインパックっていうのを入れていきます。ここでフォルダを選択ですね。そしてディレクトリーパスをね、ここ入力したら最初の1回だけパーチェスコードっていうのを入力求められるので、購入した時にメールが飛んできてると思うんですけども、その中にあるパーチェスコードを入力するとこういう風に反映されます。でね、これめちゃくちゃ見やすくないですか？常にこういう風にね、アニメーションがされていて、で、フォルダ分けもね、しっかりされているので、すごくね、探しやすいんですよね。この、ちょっとね、アニメーションずっと動くのうざいなって思ったら、ここの GIF マークをここ押すと止まります。で、マウスをね、こう、重ねたところだけアニメーションするっていう風にもできるし、常にね、動かしておきたいときはこの GIF っていうのをオンにしておけば OK です。で、この大きさをもうちょっと大きくしたいなっていうときはここですね。ここを何回かクリックすると、こう、1個のウィンドウが大きくなります。じゃあね、実際いくつかね、今回購入したテンプレート使ってみたいと思います。で、今回購入したテンプレートなんですけど、2250種類もあるので、ほんとね、どれ使うか迷っちゃいますよね。こんな風にね、一覧で見れるので、ほんとね、これ、モーションブローね、入れてない人は入れた方がいいですね。めちゃくちゃ見やすくなります。じゃあ一番上にあるね、タイポグラフィーにある、どれか使って、スイーツラバーチャンネルのオープニングね、ちょっと作ってみたいと思います。どれ使おうかな？ほんと、迷いますよね。で、これを使ってみたいと思います。これね、使うときは、このアプライっていうボタンを押せばですね、タイムラインにそのままこういうふうに反映されます。めちゃくちゃ簡単ですよね。で、ちょっとこれどけておいて、で、もうこれでね、反映されてるので、ちょっとね、再生してみましょうか。モーショングラフィック重たいので、そのパソコンのスペックによっては、ちょっと時間かかるかもしれないですね。ちょっと再生してみます。こんな感じでアニメーションをして、上からね、ポンとこう降りてくるっていう感じですね。かっこいいですよね。これを、ちょっとね、変えていきます。スイーツラバーチャンネルっぽく変えていきたいと思います。で、例えばですね、変更の仕方なんですけど、ここの画像の部分に画像を入れたい場合ですね。これはメディアフォルダーっていうのがここにあるので、ここにそのまま画像を入れたいものをドラッグすれば、ポンとこういう風に入るんですね。めちゃくちゃ簡単でしょ？あとはもうテキストをね、変えていったり、スイーツ。こんな感じでテキストを変えると瞬時にここが変わりますよね。で、テキストの大きさもこういう風に変更することができますし、フォントもね、変えることができると。で、こういういらない部分があったら、そのまま消しちゃえばね、画面上から消えるので、まあこの辺は自由にね、使っていただければなと思います。まあこれだけでもちょっとしたね、アニメーションができてるんですよね。はい、というわけでできたのがこんな感じですね。ちょっと一回再生してみます。ほら。こんな感じでね、簡単にアニメーションができるんですよ。めちゃくちゃね、簡単ですよね。おー、いい感じですね。で、自由にこの
テキストも変えることができますし、テキストの大きさとか色とか、あとフォントとかですね、ここの画面の影とか、その影の大きさとか、結構ね、細かく調整することができるので、いろんなものに対応できるかなと思います。まだまだね、このタイポグラフィーの中にめちゃくちゃいっぱい入ってるので、ちょっとね、少しずつこれから試していきたいなとは思います。じゃあちょっと他のものもね、試してみましょう。じゃあこのね、タイトルっていうの結構ね、これも使えるんですよね。ちょっとね、どれ使おうかな。ちょっとこの斜めになってるタイトルを使っていきたいと思います。で、アプライを入れるとこんな風にね、挿入されます。で、例えばですね、この動画の上に重ねることで、もうこれだけでね、一応できてるんですよね、こんな感じで。この映像なんですけど、大分県のね、原尻の滝に行った時の映像なので、ちょっとこの文章をね、原尻の滝っていう風に変えましょう。で、こっちはね、大分県っていう感じですね。で、これちょっと大きすぎるので、スケールをちょっと小さくしてみたいと思います。スケールはここですね。ここでぐーっと小さくすると。もちろんフォントもね、変えることができるので、フォントはね、お好きなフォントを使っていけばいいかなと思います。で、このあたりで、場面が切り替わるので、ここですね。場面が切り替わるところで、この中央にあるテキストをちょっと右端の方に寄せてみたいなと思います。で、エフェクトコントロールを押していただいて、位置とね、スケールにキーフレーム打ちます。で、だいたいそうですね、この辺ぐらい。で、またキーフレームを2つ打ちます。で、場所がですね、ちょっと小さくして、右端の方に。こんな感じですね。もうちょっと小さくしましょうか。もうちょっと小さくしてこれぐらいかな。で、滑らかにね、移動させたいのでイージングをかけます。で、位置のイージングをこういう風にかけて、これで一回ね、再生してみたいと思います。この再生をね、してみたいと思います。原尻の滝で出て、シュッと。よくないですか？真ん中に原尻の滝っていうのが出て、スッと入っていくと。まあ、これぐらいだったらそんなに難しくないんですけど、その一個一個ね、こう、文字がね、出てくるじゃないですか。こういう動きって、まあ、できなくはないんですけど、ちょっとめんどくさいんですよね。一から作ろうとすると。なのでこういったテンプレートがあると瞬時にね、こういう風に作ることができるので、すごくね、便利ですよね。じゃあもう一個作っていきたいと思います。よく私ね、商品紹介するので、例えばこういった、ここにあるですね、コールアウトですね、よく見るじゃないですか。このアイテムに沿って、例えばここにアイテムがあったとして、まあこういうね、携帯みたいなアイテムやってて、これを紹介するような動画とかを撮る場合、ここに iPhone 12 ってつけたいんですよね。で、こう手を動かした時に追従するような感じにしたいので、よくね、こういうコールアウトのやつね、私使ってたりするんですよね。じゃあこれをね、ちょっと入れていきたいと思います。で、実際ね、こんな感じで今入れてみたんですよね。これは前回紹介したワイヤレスイヤホンですね。これを紹介した動画の中に、そのコールアウトっていうのをちょっと入れてみました。で、今回はですね、アフターエフェクツを使わずに、モーションの位置にキーフレームをちょっとずつ打って、で、このワイヤレスイヤホンに追従するというやり方をやってます。で、どんな感じになったかというとですね、ちょっと再生してみますね。こういう感じで、キーフレームを打って、まあ、ちょっとね、まだ雑な部分ありますけれども、もうちょっと詰めていけば滑らかにね、追従して動かすことができるので、ここにワイヤレスイヤホンっていう感じで打つと、ここにね、商品名がボンと出て、で、それに商品、そのアイテムに追従するっていう形になりますね。こんな感じで。なかなかね、このコールアウトもたくさんあるので、使い勝手がいいと思います。こんな感じで本当にね、めちゃくちゃいっぱいあるんですよ。で、しかもね、テキストもあるし、こういうやつね、デバイス、これもね、多分、例えば、その、
ソフトウェア会社のクライアントワークとか来た場合とか、これ使えると思うんですよね。これ一から作ろうと思うとめちゃくちゃ大変だと思います。これいっぱいあるんですよね。見てるだけで本当楽しいです。で、こういうねロゴマークのアニメーションであったり、あとねサウンドエフェクツもね一応入ってます。こんな感じでいろんなものがねサウンドエフェクツついてるので、これもね意外と使いますね。ウーシュとかも入ってるんですよね。ほらね、これを例えばトランジションの間に入れることでちょっとねかっこいい映像になったりもしますよね。これね全部見せてると本当に時間が足らなくなっちゃうので、これはね各自、自分でね購入してみて中をねチェックしてみるといいかなと思います。で、購入する前もね先ほど あのページに、一覧がね表示されてるので、自分がねこれ欲しいなって思ったテンプレートを購入するのが一番いいかなと思います。まあでもこういったテンプレート1個持ってるだけでかなりねその普段の YouTube 動画っていうのが表現の幅が広がると思いますので、ぜひねまだ導入したことないって方は今回のこういったエヴァントマーケットの中のね素材をたくさん見てみて、そして自分に合ったものを購入するっていうのがおすすめです。今回の動画良かったと思っていただいた方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で。いやー2250個はね確かに多いんですけど選びきれないんですよね。本当に多くて、まあまだ全部見切れてないんですけど、まあ普段ねあの使いやすいやつ、自分が使いやすいやつをいくつかねピックアップしながら、でそれを結構ね使っていったらいいんじゃないかなと思います。試したいものっていうのがたくさんあるんですよね。皆さんこのテンプレートって使ってますか？もしね使ってる方いらっしゃいましたら、なんかねこのおすすめのテンプレート、エンバトマーケット使ってるよって方で、その中でねおすすめのテンプレートあるっていう方はぜひねコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それじゃあまた次の動画で。